ただランナー三塁でバッターは中村武也を迎えます。初球打ってレフトへ、さっそく上がった中村武也、伸びて入った、中村のツーランホームランです。打球が上がっていきました。第5号のツーラン、先制ツーランです。いやもう4月5本目のホームランになりました、中村武也。いやもうまたまた全盛期という感じのね、今季なんですけれども、いやね、前回千葉でもね、初回にホームラン打ちましたけど、まあそんなようなね、なんか軽打って言いますかね、もう本当にジャストミートだけっていうようなバッティングですね。まあ今年ね、中村選手好調の原因これなんですよね、はい。なんでやっぱりこう打ち損じをしないで一振りで決める打席が多いんで、非常にボールも見えてるし、